こんにちは、ブルーホースです。ということで続きやっていきましょうか。ムジラの仮面というわけで、今回は、メインストーリーですね、進めていこうと思います。黄金の剣も手に入れたし、あーもう邪魔くせえな、お前ぶったけるぞ、甲冑から回ること、ありがとうよ。そうで、まあ、前回ちょっとね、いろいろとサブクエにお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。OKOKOK。そう、いろいろとサブクエにね、お付き合いいただきましたというところで、今回からちょっとメインストーリーのね、次のステージに進めていこうかなというふうに思っているんですが、その前にちょっと一つ、もう一個だけね、間違えた。ごめん。もう一個進めたいストーリーがあるんすよって言おうと思ったんだけど、よくよく考えれば、手に入れるべきものが、ないから、ごめん、まだできないわ。ちょっと待ってね。もうしばらくお付き合いください。はい。よいしょー。で、これちなみに何ルピー手に入れなきゃいけないんだっけな。よいしょ。チャラララ、ドドドドドド。いや、わざとこうやって進んでます。お金をちょっとでも稼げるようにと思って、ちょっとわざとこうやってますんで、はい、そこはお許しください。シュ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 
とだけワンセーブ分だけやりました。で、何かっていうと、あれです。ルピー稼ぎだけやっといたんですよね。じゃあ、ルピー、下ろしてから行けよって話なんだけど、こっから何がしたいかっていうと、これ普通に行って大丈夫だね。あお、おおおお。あお、あお、おお。ってやつなんだけど、あー、痛い痛い痛い、あー、おおおおおお。いろいろとカオスなことが起こっている。そう。で、ちょっと待って、何ルピーいるんだろう ?30 ルピーくらいいるのかな。あお、あお、あお、あ、ハート、ありがとう。ハート取っとかないと多分無限にハート取らされるだろうな。ああ、こいつらも回復。よいしょ。ああ、もうそうなるとあれだな、めんどくせえな。よし、2倍ああ、うん、なん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 。でもなんとなくみんな東から出たことで、あ、こいつこれやろうとしてるんだろうって、こいつこれやろうとしてるなっていうことが、なんとなく分かってしまったような気もするんですけど、どうですかね。これで今、まだ、あ、ブルーホースこいつこれやろうとしてるんだなっていうことが分かってないっていう方は、まあ、ムジラ未経験だったら仕方がないけど、ムジラを経験したことがある方だとしたら、まだまだですね。あれちょっと待って、あ、そっか。あ、てか、普通にこいつについていけばいいんじゃないか?普通にこいつについてって、タダでもらった方が早いんじゃないか説がある。で、こっちだよね。チャラチャーチャラチャーガーン。あれ、どっちだったっけ?まっすぐだっけ?あ、違う違う、こっちだ。み、え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 、到着しない。あれ?お猿さん。あ、こっちか。お猿さん、モンキー、こっち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 。キャ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 。助けてくれー。後ろから話しかけてみよう。おばあさんもあれなのかな、後ろからやっぱりやられたら足腰が立たなくなるのかな。まあ、正面からでもちょっとお話ができないということ大問題が起こっている。あいたたたたたた、持ってましん、残念でした、またおいで。ピロ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 、あんたら見かけ倒しって言うんだよって。お前こそ自慢の炎で骨まで焼き尽くすことできるんだったら初めからそれやれってんだバーローめ、お前なめんじゃねえぞ人のこと。あんまりそんなゼルダの、てか、ニンテンドーのゲームをやってるときにそんな荒々しい言葉を使っちゃいけません。はい。総理大臣が怒ります。お邪魔します。ふえとでも言ってもらいましょうか。痛い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 。おばあちゃん、お話ししましょう、そうしましょう、べ、寝てんじゃないよ。おはようございます。ほっほいらっしゃいませ。なんとまあ、そんなバカな、されきっとごときに、ありがとう、やった、早く薬を届けてやっておくれ。うん、分かったよ、届けてあげるよ、必要とする人にね。っていうことで、これは先に戻った方が早いかな。ちょちょちょ、なんかプロコン、本当にむずい。何度でも言ってやら、プロコンになれる日が果たして来るのだろうか。もうそんなビジョン、未来が見えないですね、まったくね。じゅーん、さよなら、バイバイ。さあ、行きましょうか。カッパカパパパーパー、おはやいリンクちゃん。尻尾巻いて逃げる、どこへ行くんだい。パッパカパカパッパピピピピピ。
さあ、走っていきましょう。まあ、一つやることやったら、とりあえず、ゾーラちゃんになって、ゾーラちゃんになって、ゾーラ族になって、ペロペロってやっといたら、まあ、一番色っぽい姉ちゃん、あ、まあ、2番かな、2番かな、アンジュよりもやっぱり私はね、シャトーロマーニ派ですからね。うん。ということで行きましょう。あそこにどうやって行くんだ？行き方はわかんないけど。で、なんか変なやつが確か、ドクドクドクシドクシ。無敵は艦隊。エポナーレンジャーぴょいっと。もう一個ぴょいっと。オッケー。よし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 。おうちゃん。ひひひ。なんか来てる。すごいよね、エポナ。本当に無敵だもんね。ということで、ガチャンと外しておいて。違う。なんで2回被った。で、誠のメガネとこいつを用意と。おい。おーい、まさかそんな、驚いたら話しかけてくれたのは君が初めてだ。もう何年も手を振って助け求めてみんな。ごめん、何年もそこにいたの。大丈夫なの？水分と食べ物は大丈夫なのか？あ、じゃあ、おばあさんにあげる予定だった薬、君にあげるよ。あ、それかな？ごくごく。青い薬とか緑の薬じゃダメなのかな？あ、青い薬と緑のタン抜きじゃダメなのかな？あ、赤い薬か。あ、これ、俺。めっちゃやる気ないやん。やる気ないやつだな、お前。さあ、ちょっとでも目立つ練習でもしょうか。ちゃんちゃかちゃかちゃん。はい、オッケー。それが目立つための練習なのね。まあいいだろう。もう今更めんどくさいなども突っ込むのも諦めましょう。ということで、よいしょ、で、いぃぃ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 あ、いぃぃぃぃぃぃぃいかーなーのかにはこのように恨みや峰を残し死んでた魂のまーまいのち、まーま魂をすかまやまーまーまー何年だかお前さんのくらいの頃も登るんじゃないな。どうしてさまる魂に宿る面でも手に入れることはその面がなければ奴の魂を救うことに願いをこれまでと断すわけないからね。ヒヒヒヒヒ。いや、こう持ってんだけど、でも持ってるけど、でも多分これがあるだけじゃダメなんだろうな、きっとな。おい。おいお前さん、いいよ、見つけてくれ。それは血塗られた歴史をかのべハイラルも血塗られた歴史ですよな、これな。おい、さまに救ったらいい。てか残念ながらお前はすぐそこに行くことはできないよ。よっ、よっ、で、本当に危ないんだな、こいつ。あー、で、タカ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 タ。急にだからコントローラーが全く動かなくなるっていう事態が、ほい、カチャンバーンいっぱい。もう一体来る。もう一体は？もう一体いないな。よし、じゃあ行きましょう。チャッチャー、チャーチャー。怖い。お化け、怖い。僕、やだ、怖い。いや。これをチェックすることで、いざな、ん？待て待て、もか。天使の涙、いざなうメロディー、ここに眠る。あ、ちょっと意味がわからんわ。とりあえず、なんかあれだよね。つかめないのかな、これは。これはなんだ？いかがな、勇敢なる兵士の魂、眠る。おやすみ。あ、そう、失敗してる。おぉ、守って運ぶのなんか顔か悪人じゃねえぞ。ああ、いかなぁ。幽霊が出るおっかねえ墓なんだぞ。幽霊が出るおっかねえ墓っていうのは分かってるって、おめえがおっかねえわ。オッケー。ピケ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 。お邪魔しまーす。鍵がかかってる。きっといないわよ。まあ、さっきのおっさんだもんね。じゃあ、ちょっとね、目覚めのそなたって何だったっけ？どうだったっけ？じゃっちゃっちゃん。じゃっちゃっちゃん。たたたたたたたですね。オッケー。じゃあその前に、ね。ほい、ほい、ほい。よいしょ。じゃあ行きましょう。オッケー。おはようございまーす。珍しいよね。珍しいっていうか、前回のゼルダのムジラの仮面、じゃあ時のオカリナではこういうのなかったもんね。ほら、あれってワープだけじゃん？よいしょ。おい、オッケー。おいしょー。オッケー。さあ、勝負だ。チャラチャラチャラ。あれ、なんか、すごい岩がくっついてる。あれ、なんだ？おい。おい。ぴょんいっ、飛べよ。ぴょんいっ、あれ、嘘。縦とは？おい、オッケー。どっか行った。あー、行った。ああいう上手ですね。おう。きちっとなんかすごい姿勢がよろしいようで、お後がよろしいようで、うん、シャキン、わあ、弱っ、
え、お前それで隊長を名乗ってんの？待て、私の負けだ。武器をしまわれよ。ってか、こいつに肉がついたら一体どんな姿勢なんだろう。すげえでかいよね。イカの方でイカスタルキータと申すもんも。王国で起きた戦いに敗れ、屍となってからも、我が魂を呼び起こしてくれる者が訪れるのをここで待ち続けていた。待ち続けていた。ずいぶん派手な頭してんな。呼び起こしに、見事打ち倒した若き剣士を、そなたの力を見込んで頼みがある。燃え盛る炎の中に我が魂を手にし、死してなお私への忠誠を貫きとす我が部下たちに言葉として伝えてほしい。戦いは終わったのだと。そう、敗北したんですよね。イゴースドイコアナ、すごいと田舎。これで私は安らかに眠りつくことができる。隊長殿、しばらく休暇をいただいてもよろしいでしょうか。かまひましません。おやすみなさい。ねんねしなさい。チャー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 。ここ右手で敬礼するところがね、あ、左手だったら死を意味するらしいからね。あんま敬礼のよく言う意味わかってないけど。イエスー。どういうことよ。じゃらパパプレププン。あ、じゃ、プルン。で、これね、お前フックショット持ってないけど大丈夫なのっていう方いると思うんですけど、確か、これでいけたはず、普通に。どうだよね。え、ちょ。さーて、さっきめちゃめちゃでかかったお面が、ちっくなっちゃった。隊長の星、数百の部下の亡霊たちが忠誠を誓う証。てか、お面で騙されるってもう、だからお前らそんなことしてるから滅ぶんだろうがって話なんだけど、これ何？ちょっと待って、すっごい操作感がクソみたいなんだけど。え？浮いてんだよなぁ。よし、まぁ、手に入れたんだけど、ここに来るのは、まだ先でいいんだよな。これ、まだ先でいいはずだから。とりあえず、じゃあ、一旦、エポナに会いに行きましょう。エポナに乗って、ようやく、本来進むべきところのメインストーリーに進んでいきましょう。ちゃっちゃかちゃかちゃ。目立つっつっても地味なんだよ、動きが。まぁ、それじゃ目立てんぞ。よいしょ、ゴフ。じゃあ、行きましょう。はいやー、パカラッパカラッパカラッパカラ、はいやー、オッケー、はい、あー、あ、ここは引っかかんのか。下がります。うまうまの実。モデルエポナ。縦髪が白い。白いっていうのは珍しいカラーなのか、それとも、単にあれなのかな、老けてるのかな、ちょっと年寄りなのかな、見た目に。ということはこいつポニーだったのか。トゥン。そのまま進んでいきましょう。いや、なんか皆さん面白い話、話題提供ないですかね。最近あんまりそういうのがなくてさ。そう、なんか、別のゲームやりながらさ、そのダイエットのこととか語った時にさ、いや、なかなか腹筋が出ないんですよって、で、言われた通りに、下半身のトレーニング、まあ、スクワットとかさ、そういうのを一生懸命やってるんですけど、腹筋が割れないんですよって、あ、間違えて行き過ぎた。こっちからくるっと回っていくと。ぼーっとおしゃべりしてたらなんか行き過ぎてしまったわ。行き過ぎ新作だわ。っていう話をいただくこともあるんですけど、大前提ね、お腹を割りたいなら腹筋だけやってても意味がないですよっていう話を僕はしているわけで、腹筋を全くしないでいいかって言ったら、腹筋をしなきゃダメよ。僕の友達で身長180センチの体重52、3キロのアンガールズ田中山根みたいな体型のやつがいるんだけど、そいつ全く腹筋割れてないからね。まあ、腹筋はうっすら見えてるけど、割れてるかどうかで言うと微妙みたいなところがあるんですよ。で、なんでかっていうと、腹筋もやっぱりね、鍛えないと大きくなって溝が深くならなかったりするわけだから、だからそういう意味で考えると、ちゃんと腹筋はしなきゃダメなんですよ。腹筋をして、で、かつ体脂肪を、下半身を鍛えることで落とすことによって、出来上がるわけなんですよね、体が。はい。だから、ちゃんとね、鍛えなきゃダメですよ。腹筋もね、しっかりと。で、あそこになんかプカプカ浮いている、プカリンコってやつがいるんだけど、一旦はそいつ無視です。一旦無視で、あ、でもちゃうわ、無視したらダメなんだ。乗れないんだった、あそこ。ごめん、やっぱ無視せんとくわ。はーい、ねえ。うぐー、誰か、ぐふ、俺をゲフ、岸まで運んでくれないか。これが非常にめんどくさいんだ。押すのはすっごくめんどくさいんだね。確かに男のケツなんか押したって何にも面白くない。ちょっとこれなんか、うまく押せんのかな、こうやったら。おぉ、
もう、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 ちょっと、これなんか、あれかな、ウサギの仮面をやってるからなのか。で、こいつなんかの歩幅が決まってるらしくって、押しすぎると、なんかあの、歩幅合わせるのに、なんか進んでないのに、なんかあの、逆ムーンウォークみたいなことをしだすらしいんですよね。ちょっと待って、本当に下手くそでごめんね。下手くそでごめん、下手くそで。そろそろ歩けるだろう。もう足伸ばしたら血つくだろう。頑張れ、頑張れ。ちょっと逆に押したらどん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 沈んでいくのかな。それもやってみたいけどな。え、もういいだろう。あ、いった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 。いや、なんか気持ち悪い。さあ、頑張れ、頑張れ。頭がすね、いかれてんな、頭。ごめん、いかれてんじゃん。いかしてんな、頭。いろいろ、こう、どん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 。多分この歩幅くらいだったら、多分、うん、大丈夫だと思いますよ。普通に。砂にめり込んでってるけど。で、倒れる位置っていうのが、コンピューターグラフィックスによって決まってるらしいので、うん。だから、どこか、ある一定のポジションまで進んでいったら、進むふりして、進まなく、わあ、これこれこれ、ほらほら、進んでないでしょ、最後。最後の一歩進まなかったでしょ、グエーフって。ということで、じゃあ、こんばんはしねって行きましょうか、おやすみなさーい。ちゃー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 。ごめん、こんばんはじゃなかった。おはようございますだったわ。あれ？これさ、やっちゃったけどさ、最初にさ、イエーイみたいな、なんかそういうシーンがあるんだったっけ？しまったな。それをやらないままにやってしまったな。ごめんみんな。まあ、肝心なパートを飛ばしてしまったということで、まあ、機会があればご自身でぜひやってみてください。別にアフィリエイトとかうんぬんとかそういうやらしい話じゃなくて、単純にご自身でスイッチで、オンラインのニンテンドのやつ、60のやつに、加入していただいたらいきますから。はぁ、チュー、チュー。あ、なるほど。女が下で男が上っていうスタイルなんですね。うん。あ、駅弁？なんか駅弁もなんかしくじり先生でさ、春日がめちゃめちゃ熱く語ってたけど、まあまあ重い過去があるらしいですね。駅弁っていうやつの意味にも。うん。は、骨。それギターに見立ってるけどさ、どうやって弾くのよっていうくらいレベル難しいよね。うん。歩いてポンポン、行くポンポン。さあ行きましょうか。じゃあ、魂が浄化してゆく。お面になりました。まあ死んでいくものはみんなお面になっていくやつだからね。金のごまだめ。ちょっとかっこよくなってんだよな。うん、なんだ。俺の歌を墓に刻んでくれ。あの子のこと頼んだぜ。めちゃめちゃそう、このイエーイみたいなシーンをね、最後の力を振り絞ってっていうのをちょっと皆さんにお見せするべきだったのに、先に殺しちゃった。ごめんね。ちゃんとお墓を建てるところがなんか優しいよね。しかもちゃんとペッコリンしてるし、ウサギがすべてを台無しにしてるけど。さあ、行こう行こう。じゃあ、とりあえずこいつは脱いで、じゃあ行きましょうか。皆さん、本日のワンシーン、グロイツさん。うおめめパッチン、チェイ。あ、ちょ、痛い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 。やめてやめて、やめて、よし、触らないで。あとがつくから。またなんか嫌いよー。くる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 こいつが悪いんじゃない。俺が下手くそなんです。ぐっと組み込んで、と、オッケー。で、外しての、飛べるようにしての、ふわーピーあっちが砦か。なるほどね。まあ、砦とか他のやつは、ちょっと次回パートに回す感じで進んでいこうかな。これなんかあったっけ、ここ。おじいちゃんと会おう。パカ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 。何ですか？遅いの？小僧たちは何をしておるんじゃ？なんじゃ小僧？お前はゾーロの卵が帰るのを見に来たのか？わしも楽しみにしておるんじゃが、感じる卵がまだ届かんのじゃ。ゾーロの卵が生まれてから帰るのに1日3日かかる。これまで多分死んでしまうじゃろう。なぜなら最近の異常気象でこの辺り海の水は温度の願いだぞ。その時までわしが昔ほどこの水の水だけじゃなの。ゾーラホールで何かあったのかな。ゾラゾラホール、ゾラホール。魚はあれいっぱい食べさせなきゃいけないんだよな。そういう確かあったはず。
よいしょ。こっちの方が早いんだっけ、進むのが。よいしょ。OK。ヒューヒューヒュー。で、ゾーラホールに向かっていかなきゃいけない。あおおおお。なんかでっかい。あ、じゃあ、ね、引っ込んでいくんかーい。じゃあ、ゾーラホール行きますか。これは確かクリアしてからじゃないとできない遊びだったっけ？ね。で正面突破を、おうおお、痛い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 。ああ、正面突破しようとすると変な奴がいるんですね。怖い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 。さよなら、ブシ。てかもう、なんだ、あれ、一緒にいる仲間じゃないのか？こいつらは。ね。真ん中で立ちはだかっている奴がいるけど。ゾーラホー。あらは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 ら。ほら、ほら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 。で、どうしたらいいのかな？これ人になったら怒られるのかな？そんなことはないよね。お水ポコポコ、みポコポコ、合わせてポコポコ、地図がない。あ、しまった、地図買うの忘れてた。まあ、いっか。お邪魔しまーす！お宅だ、あれ？あー、ただのお店か。全然いらないわ。さよなら、全部持ってる。持ってたっていうのもある。大きくなったよね。なんだろうな、あの、ゾーラが、あれ、ボックスすると両腕がたくましくなるっていうやつなのかな？あれ？ちょっと待って。1、2、3、4。これつけるとなんか起こるのか？で、お兄さん、お兄さん、教えて教えて。ダルブルーのこの街に来たのか？俺らリハーサルがあるからステージに照明。ステージの照明ってことはこれでいいのかな？照明ではないもんね。これでいいのかな？違ってたらごめんね。ほい。あ、ちょ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 。よいしょっと。で、こっち。オッケー、で、ラスト。あ、やっぱ、なんかついた。おお、照明。これでいいのか？あー、おう、わう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 、スーパーボールみたいな。で、でも結局あれだもんね。メンバーが揃ってなきゃダメなんだね。リカ、どうだ、照明は完璧だよ。さあ、照明がけでさっそくリハーサルをやっちまってくれ。じゃあ、リハーサルできないんですよ。ギターの音を確認したんだけど、ちょっと音してもらえるかな。あれ？ちょっと小さいか。もう少し上げるか。オッケー、ミカはありがとう。うわ、ちょっと大きすぎた。もう少し下げるか。オッケー、ミカはありがとう。この無限ループって怖くね。進め進め。あれなんだな、白眼なんだな。なに、ミカ、シャンパス入るかい？またやつ接種。いつものクールなやつ、なんか一人一人にこれやっていかなきゃいけないのか。これリンクの状態であったらダメなんだろうな。ブルーコスだけどな。お、セッションするか？俺の作ったフレーズな、そのギターでフィリングイン。ドゥ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 。そんなメロディーしっくりこないな、いつもノリが悪いぜ。うん、スナップだ。わかった。ドゥ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 。なんだっけ、トゥー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 だな。オッケーオッケーオッケー。あ、ちょ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 、もか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 。お、セッションしよう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 。トゥートゥートゥー。テン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 じゃないな。ちょ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 、うんといいやしかねえや。もか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 。あれ？できなくなった。オッケー、やろうぜ。あ、こいつどうやって？てててて、あれ？
じゃあな、トゥ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 じゃあ、トゥ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 あ、そっか、わーもうかも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 かいや、もう一回もう一回もう一回。え？ちょっと待ってね。何だったっけな？たたたた、たたた、てて、じゃあな、ん？ごめん、思い出せない。なんか別の部屋でなんか自分の部屋ちょあれタタ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 なんていうの四つの音だけを出すだけなのになんでこんなにむずいんだ。そうマツくでなんか部屋めっちゃ覗いてらせるしリーダーのエヴァンがお前のこと待ってたぞ。はーいエヴァンバンババンエヴァンバンババンバンエヴァンバンババンバンリーダーダッサごめん取り戻せてましぇん。そうか、やっぱりダメか。ユラの、ルルにあったか。家族たち卵のあるら、沖縄たまりだん。え、今日はチェプシスです。はい、オッケー。そうら、はい、はい、はい。時の頃ルルが中止なんなんてことは言えないだろう。そうなんだよな。頑張るよ。おじさん、頑張るよ。中身はおじさんなんだよな。勇者どころじゃただのおじさんなんだよ。てめえ、何してんだよ、ニャロ。うるさいな、今忙しい。あー、三河をしまった。ぼぼ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 ぼ休養思い出したしよ。たく、パンティーを見るのは俺なんだ。ちょ待って、なんかすっげえ怪しいやつがいるんだけど。で、何してんの？そら専門、あれってこの部屋いっぴ、潮風めっぽよくて、悪いけど、ちょっとここの場所からね、まあそんなことはどうでもいいよねーって、緑の釣り一杯40ルピー、いや、いらないっす。じゃあ残念。なるほどね。で、ここ、なんか、すごいとこで商売してるな。ルールっていうのも優しいな。で、あれだろ、ピョンって飛んで、あそこに登るしかないって感じだろ。そういうことか。じゃあ、海の世界はここなんですね。はい、OK です。あいつ刻んできていい？刻みに行かないといけない。自分の部屋どこなのか？ヤオミカオシ、リーダーのエヴァンがお前の子探してる。あ、ちょっと待って、リーダーのエヴァンここ？んなわけねえよな。だよね。よ。メカーン。なんかさ、もうすぐメンバーの雰囲気良くないよな。いつも原平でこれさ、海が変になってる。僕は聞きたい。グレート人に何か起こってるとかさ、そんでもってその時は必ず神殿を守ってゾーラの末裔によく何か良くないこと。僕の言いたいことは、もしかしてルルって、末裔。ここなんか降りたらなんかあるのか？潜ります。なんかすげえ危機迫る音楽流してんな。シャン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 。バババンバババブン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 。で、ここお店でしょ？あれ？自分の部屋どこだ？あれ、俺もしかして部屋与えられてない寂しいやつ？マジかよ。あんなタコみたいな頭のやつですら自分の部屋持ってんのに。マジかよ。そっか、俺ないのか。残念でしたな。で、ルルどうした？大丈夫？元気？はっ！お前誰？って顔してる。あの彼のあなたになんかそんな表情ね。残念ながらですね。違う。ここでは音楽がないから。そう、音楽はね、あそこでちゃんとやらなきゃいけないですからね。プラプラプラン。で、ちょっと待ってね。女のエロい画像を撮ってこいっていうやつがいたな、そういえば。まあ、それはいいんだけどさ、みかんの部屋どこよ？あれ、こんなところ登ってさ、ちょっと待って、自分自身の部屋がないんだけど。あれ？いじめ？
たー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 。キーボードでも出してピアノでも弾いてみるか、自分でね。沈みます。オーケー。んじゃあ、一旦、外出て、どうしようかな。次回パートに向けて、やっぱあれかな。ういよいしょとー。潜ります。よし、じゃあ、海賊の砦行くしかないよね。こうなったらね。出口に危ないのがいるけど、めっちゃついてくるけど、こっち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 、パンダだな。甘い。うわー、ライライさんがいますね。あ、一撃なんだ。一撃で倒せるんだ。知らなかった。よし、やった。15ルーピー、危ないのが来てる、危ないの来てる、危ないの来てる。勘弁してくださいよー。おい、おい、おい、あいた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 、何するだ、キックキック、どう、違う、違う、違う、もうちょっと、こうだな、お、どう、あ、どうしたー、うっそだろ、なんかすげえ飛んでる音が聞こえるんだけど、ちょっと下がって、あれ、ちょっと下がれないんだけど、あれ、この位置から発射しに来たんだか、ほい、あー、またか、ちょっと近すぎるんだな、はい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 、ジュルピーあげるよ、なんかどっかでパコ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 言ってるんだけど、こうやってパコ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 言ってるの、ずるいって、俺もパコパコしたいって、よいしょ、で、そんなんじゃなくて、そんなんじゃなくて、こい、いいもの欲しい、ルルの生写真かな、うっそだろ、全然貸すやん、あー、なにこれ、なんかとんでもない数割ったら、すごい、取られるとかもいいかな、ちょっと待って、またなんか前に進んじゃって、これ良くない気がする。あー、またかよ、ムカつくな、なんか。せい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 。あと2回。これはちょっと離れすぎ、逆に。なんでだよー、あ、ジュルピーで、ジュルピーでまとめて直してくれるんだ。てか、秒で直ってくるんだ。よっしゃ、いけー、これだ、え、全部、うん、まあでもどうせあれだろ、壺がなくなれば問題ないだろ、ちょ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 、なぜそっちだ、なぜそっちだ、上に飛ばしたのに、あ、あ、悪いけどジュルピーも、なんだ、しょうがない、負けとくよ、ああ、なんだ、ただの優しいやつじゃん、さすが、さすが相方だ、なんならもう、ゴリッと近づいてやるんすよ。めちゃめちゃ割ったろう。オラオラ、カン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 。ちょっと待って、これどうしたらいいかがわかんない。まあ、これ以上なんかダラダラやっても仕方がないと思いますので、そしたら、一旦ここで終わりにしたいと思います。次回パートで、海賊の砦だったかなに乗り込んでいこうかなっていうふうに思いますので、と思ったらすぐ降りてきたわ。さすがミカウ、顔が200出るぜ。じゃあ100ルピーやるよ。だけど、てっきりハートのかけらをいただけるものだと思っていたんですが、まあいいでしょう。よし、じゃあ次回パートでですね、はい、海賊の砦で乗り込んでいきたいと思いますので、次回また、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してお楽しみください。ではまた、バイバイ。